皆さんこんにちは、ウーガチャンネルのシロッコです。よろしくお願いします。今回はですね、なんとミニ四界を盛り上げようと頑張っている四玉さんにゼニスさんからね、素敵なプレゼントがあるということで、そのね、いただいたものはなんと四玉にワンピードラゴンがプレゼントされました。イエーイ。以前ですね、 100R さんの方でゼニスさんとお話しさせていただいた時に、ちょうどタケちゃんさんもいらっしゃいまして、でその中でですね、4玉には特殊セクションがないというお話をしたら、快くですね、あ、それでは、まあ、4玉用のワンピードラゴンを作ってあげますよということでね、これでですね、まあ、また新たに模擬コースを作ったりだとか、4玉のね、レーサーさんたちが非常に、まあ、有効活用してくださるんじゃないかなと思います。本当にありがとうございます。玉さんもそうなんですけどね、ゼニスさんも今後のミニ四界隈盛り上げようとしてくださっている方ですので、もちろんね、僕もミニ四駆界隈盛り上げようと思っていますので、皆さんよろしくお願いいたします。さあ、本日のレースなんですけれども、まずはね、コースの方から見ていただきたいなと思います。それではね、コースの方をご覧ください。どうぞ。新生四玉レースコースですね。スタートしてテーブルトップ2枚、そしてテーブルトップ終わりからの下り2枚、ワンピードラゴン、奥ドラゴンバック4枚、レーンチェンジからの手前5枚、奥3枚で、まあ、ぐるぐるっと回ってきてバンクゾーンですね。このバンクゾーンを越えて1周が終わるといったような感じですかね。はい、ということで最初の相手がユウスケ選手ですね。こちらも速いレーサーさんなんで、どうなるか分かんない。さあスタートして、最初はちょっとグリップで出た感じではありますが、まあ、ここねインアウトの差がひどいんでね、さあここでインアウトが切り替わりまして、さあまたインアウトが切り替わります。目まぐるしい感じにはなってますが、もう一度しおっこが前を取り直しまして、ファイナルラップですね。さあこの差もただインアウトがありますので、また追いついてくる。バンクもユウスケさんがインなんですが、ここはしっかり守りきってゴールと。ありがとうございます。シロッコさんのレースなんですけれども、お相手の方がですね、なんと栃木県から3時間半かけて遊びに来てくださったという、しかもウーアチャンネルのリスナーということで、さあどちらも勝っていただきたいレース。ラッコさんが今回ね、ラッコさんのセットはね、あんま判明してないんですけど、マッハぶっ飛ばしだということは分かってまして、まあお互いにぶっ飛んで終了ということで。シロッコの第2ヒート1回戦、お相手はヒロさんですね。ここもね、しっかり勝っていきたいところなんですが、まあ絶対王者との勝負、お弓野ではね、何回も負けました。さあ今回勝つことができるか。さあグリップで逃げた分、一気に詰め返してきます。怖い怖い。さあバンクの内側を利用してちょっと前に出てるんですが、おっと、ここでヒロさんがコースアウトしまして、白っ子一人旅、かなりヒヤッとしたレース展開だったんですけれども、これを決めてしまえばといったようなね展開に変わりました。レーンチェンジもしっかり入って、ファイナルラップ下って残りバンクですね。しっかり帰ってきてありがとうございます。1ヒート準決勝まで上がってまいりました。シロッコはね、電圧を 0.1 上げてね、ちょっとここで速度を上げるという選択にしました。なぜならカートマンさんが超速かったからです。さあスタートして、さあインアウトで少し差は取ったものの、まだわからないぞといったような展開ではありますが、カートマンさんが先行して、シロッコはこうレーンチェンジでね、姿勢を崩してコースアウトしてしまって、カートマンさんの妨害をしたので、ここでシロッコは終了と。残りはサイレスといったような感じになりました。1ヒート決勝戦、朝日さん対猫井さんのレースですね。さあどちら勝つのか。スタートスタートして、最初に飛び出したのは猫井さんですね。インアウトの差を利用して先にね逃げていきます。さあ大外を走っている朝日選手もまだ全然、あ、ちょっとペラってしまいましたが、この差がどうかといったような感じではありますが、ここで猫井さん、今度は大外、朝日さんが最内になって、さあそのファイナル、おっと、ここで猫井さんがコースアウトしてしまいまして、これを決めることができれば朝日さんの優勝となります。おめでとうございます。第1ヒートはですね、やっぱりコースアウト率が非常に高かったので、まあ、電圧低めのちょっとゆっくりめのペースで走っていたんですが、第2ヒートからね、練習走行を見ていると皆さん入ってましたので、電圧を上げての勝負にしました。さあ2周目、1秒ぐらいね、タイムを上げるつもりのセットに切り替えて、まあ、今回はね、挑んでます。さあどうなるのでしょうか。ファイナルラップ、さあレーンチェンジもしっかり落として、さあバンクゾーンを越えて勝利と。ありがとうございます。続きまして、先ほどは CO で終わってしまったオートロラッコさんのレースですね。
今回のセットもオートロックとなっております。さあ、そしてと相手の甲子パパ選手がここで珍しくコースアウトですね。さあ、その隙にラッコさんがビュンビュン飛ばす、まあ、これで入ればかなりのペースですからね。かなりのハイペースでラッコさんが決めていくが、どういう感じになるのか。さあ、いよいよファイナルアップですね。これを決めれば大きなタイムが出ると思いますよ。さあ、ギリギリまで飛んでラッコさんのマッハダッシュ、いけ、ゴール、おめでとうございます。2次予選準決勝ですね。お相手はヒロさんということでね、まあ、今回は電圧を上げました。電圧を上げて 2.80 スタートして、シロッコは今日走らせた中では一番電圧の高いところでの勝負となるんですが、まあ、どういう感じになるのかといったところですね。さあ、レーンチェンジを超えて、さあ、これが決まればファイナルラップ突入ですね。さあ、内側入って、結構ギリギリまで飛んでる。さあ、そのままゴールと。ありがとうございます。ラッコさんの準決勝、神さんの速度にどこまで追いかけるかといったような形になってますね。で、遅れてきた星谷さん、さあ、星谷さんが安定を取りました。で、ラッコさんはついていく感じですね。おっと、ここでまさかの安定の星谷さんがコースアウトいたしまして、さあ、神さん対ラッコさんの速度勝負になりました。さあ、横並び、前に出たのはラッコさん、着地から少しずつ追いつかれて、おっと、バックでアウトから抜かれてるぞ、大丈夫か、おっと、ここでラッコさんコースアウトして、カメさんもコースアウトと。逆走は全部になる。全部ゼロ客になる。さあ、先月は来れなかったヒート決勝まで登ってくることができました。ここでね、久々に総合優勝決定戦に出たいなと思いまして、ちょっと電圧は上げてみました。どうでしょうか。スタートして、おっと、姿勢を完全に崩してコースアウト、これはきつい、精神的にきついぞ。さあ、残るは、これは総帥さんが前を走ってますね。総帥さんが前を走って、後ろからチャラファイア選手が追いかけます。さあ、ただインアウトの差で詰めてきたぞ。どっちが勝つかもう分かんない。若干前に出てるのは総帥選手ですが、ここでバンク大外で勝ったのはチャラファイア選手ですね。おめでとうございます。これでね、大体の、まあ、上限というのが分かってきましたので、今回はね、また電圧の低いところから勝負を仕掛けて、まあ、上げても準決勝のところまでだなぁと個人的に思いながら、まあ、挑んだ第3ヒート、もう一度ね、決勝に行きたいんで。さあ、電圧低めからのスタート、横並びから、さあ、インアウトの差ではあるかもしれませんが、横並びの展開が続いております。さあ、白子、おっと、相手がコースアウトしたと思った、白子も LC でバランス崩して CO。さあ、最後の白っ子の頼みがラッコさんということで、さあ、トップスタート決めてくれまして、ただ怖いな、これ毎回言ってるんですけどね。毎回ラッコさんにあれ怖いなとか言ってるんだけどな、これ大丈夫かな。さあ、やってまいりました、ファイナルラッコ、ファイナルラッコからの、あー、終わった、ファイナルラッコ、ファイナルラッコよくやるんだよな。さあ、しっかり安定を狙っていった選手が、これ2対1ですからね、安定を狙うのもね、十分な作戦ですよ。おめでとうございます。決勝戦、ゴッティ君対聖夜君のレースですね。さあ、どっちが勝つのか。さあ、バンクを越えてゴッティ選手がかなり前にいるぞ。まだ分かんないと思ったんですが、せいや君ここでコースアウトしてしまいまして、さあ、ゴッティ選手がそのファイナルラップ、ちょっと危なかったけどもしっかり決めてバンクゾーンに入ります。ここを駆け抜ければゴッティさん優勝、おめでとうございます。さあ、4玉グランプリ6月、誰が一体優勝するのか。ゴッティさん、チャラファイア選手、そして朝日さん、さあ、誰が
優勝するのかな。注目のレースが始まります。スタートして最初に飛び出したのは朝日選手、内側からゴッティ選手が、そして最後尾からチャラファイエ選手が追いかけます。さあバンクのところでね、どんだけアドバンテージが作れるかなんですが、横並びの展開となるとこれはチャラファイヤ選手かなり有利なんじゃないでしょうか。大外を走っていた分チャラファイヤ選手が2位に浮上して一気に1位に上り上げます。そのままファイナルラップですね、そのままチャラファイヤ選手が逃げ切ればチャラファイヤ選手優勝となりますが、どうでしょうか。さあしっかり逃げ切ってチャラファイヤ選手優勝です。おめでとうございます。いやーすごく盛り上がりましたね。そしてね、この大会が盛り上がったのもゼニスさんのワンピードラゴンのおかげです。今後もね、大事に使っていきたいと思います。ありがとうございます。まあ、正直今回はちょっと展開を読み切れなかった感はありましたよね。その決勝戦といい、まあ、道中といい、で最後のね、LC のバランス崩れっていうのはね、まあ、ちょっとよく分かんなかったんですけれども、なんとですね、何人かにマシンを見ていただいたら、リアカーボンがね、リアアンカーのカーボンかが、まあ、ちょっとね、もう寿命が来てるんじゃないかなということで、まあ、ちょっとね、そこからまた見直して作ってみようかなと思います。すごいんですよ、リアのアンカーのカーボンがもうね、あの固定しててもアンカーになるんじゃないかっていうぐらいぐにゃぐにゃに柔らかくなってたんで、やっぱそれなのかな。まあね、まあ、そこら辺をね、しっかりマシンメンテナンスを行って、まあチェックしていくことで、やっぱり自分のマシンのね、再現性っていうのは高くなってくると思いますので、これからもね、応援よろしくお願いいたします。今回はね、ちょっとブレーキのセットっていうのがね、今回撮影するのも本当に無意識というか、もう夢中になってしまって忘れてしまいました。本当に申し訳ございません。電圧とモーターだけでね、わかるかっていう話なんですけど、まあ超速で、今回ね、タイヤ圏 23.5 だったかな。の、リアがハードでフロントがスーパーハードといったような形になっております。まあね、もしこの動画がね、参考になるよとか、もうちょっとね、こうしてほしいっていうのがあったらね、ぜひコメント欄の方に書いていただければ、今後ね、こうやって撮ろうっていうその目標が決まって撮りやすいのでね、ぜひご協力よろしくお願いいたします。この動画面白かったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。